今回紹介する豊中っ子は豊中リトルリーグの皆さん。豊中リトルリーグは昭和46年9月に発足。小学1年生から6年生まで22人の皆さんが所属している公式野球チームです。豊中リトルリーグはどんなチーム？まあ、打ち勝つ野球をモットーに日々全国大会を目指して練習に励んでいます。野球は面白い？みんなでやるっていうのがまず一つの面白いところで、あと優勝したりみんなで笑って勝ったりするのが僕の一番の面白いところです。豊中リトルリーグは今年6月46チームが参加したザバスカップリトルリーグ全日本選手権関西連盟大会で優勝し、全国大会に出場。全国大会では決勝戦まで勝ち進み、惜しくも敗れましたが準優勝という素晴らしい結果を残しました。全国で2位になった気持ちは？まあ嬉しいですけど、決勝で勝てなかったことが自分たちの力のなさを痛感しました。まあでも2位ってことはすごく嬉しいです。練習してきた甲斐があったなと思ってすごく嬉しかったです。勝ち進めた理由は？やっぱりみんなで豊中打ち勝つ野球なんで、なので打って勝てたのでここまで来れたかなと思いました。全国大会に出場した中学1年生の選手の皆さんはこの夏で退団します。チームに残る後輩に一言。まあ、6年生には打つバッターがたくさんいてピッチャーもしっかりしているので、ぜひ世界一になってほしいと思います。先輩の声援を受けてどう？先輩たちに、喜ばせたいので、まあ、チームワークで勝ち進んで、まあ、僕たち人数はいないですけどキャプテンとして、まあ、チームワークで勝っていき優勝します。打ち勝つ野球をモットーに日本一を目指せ、豊中リトルリーグの皆さん。